仕方ないじゃん。年齢も性別もバラバラだし。一応ね、体育の時間は校庭で体を動かすのだけが決まりなの。きっと教育委員会はこの学校を見落としてるんだろうな。お待たせしましたです。さてご一同様、今日の体育は何をいたしましょう。おっしゃ、これでいつものメンバー全員集合だな。さて委員長、今日は一体どんな体育をやるのかな。瞬発力と持久力、スポーツの世界においては仲間などいない。全てがライバル。信じられるのは己の肉体のみ。なんだそれ、漫画の読みすぎだろ。てわけで、温故知新、古いながらも全ての要素を詰め込んだ屋外乱戦の王様、鬼ごっこで行こう。望むところですわ。のろまな圭一さんは意の一番に鬼ですの。僕だって負けませんです。レナも頑張るもの。今日は負けないぞ。なんでお前らそんなにやる気満々なんだよ。快速第三条、ゲームは絶対に楽しく参加しなければならない。じゃあこれ部活なのかよ。上等だぜ、鬼ごっこ乗ってやる。ココイレではこの遊びのことゾンビ鬼って呼んでるけどね。なるほど、食われた奴がゾンビ化するからな。なんでそんな怖いこと言うんだろう。だろう、レナを捕まえたら生きたままお腹を食い破ってやるからな。やだよケイチ君、そんなのや。大丈夫です、ケイチに食われる前に僕が優しく食べてあげますです。リカ、それは全然慰めになってませんわ。最初の鬼、ゾンビはどうやって決める？じゃんけんか。一応授業時間だからね。問題で決めよう。問題を出すから答えられなかったやつがゾンビ。6は英語で。だから答えるの。6は英語で。6だ。なら靴下は。ソックスだね。アルファベットの後ろから3つ目。X ですよ。では性別は英語で。もちろんわかりますわ。それは、さとこは大人だもんね。知らないわけはないよね。知ってますもの。知ってるもん。じゃあ言ってごらんよ。あれだよ、あれ。あれは英語で。ちゃん困ってる。かわいい。持ち帰るなよ、犯罪だからな。さあさあさあ言ってごらんよ、大声で。あれは英語で何と言う。知ってるもん、知ってるもん、知ってるもん。だからざっとですよ、ざっと。
仕方ありませんわね。不肖、この北条さと子がゾンビ役を務めさせてもらいますわ。みんな食い殺してやりますですな。100数えればいいんですの？100数えるのはズルする奴がいるからな。俺の問題が解けたら追ってよし。ケイチ君、簡単なのにしてあげてね。5分の1のケーキと6分の1のケーキと7分の1のケーキを一皿に乗せました。うわ、分母が違いますですの。ケーキ1個を60秒で食べられるさと子がそれを全部食べると、お皿にはケーキがいくつ残っているでしょう。よーい、ドン。ケイチ君、それ問題じゃないよね。ケイチさんはどこでございましょう。逃がしませんことよ。富田、岡村、ケイチさんを見かけなかったでございませんこと。すまんが伝言を頼まれてくれ。北条さと子にご両親が校門に来てるぞってな。伝言伝言。いいよいいよ。待て、まだ行くな。あと園崎美音にもだ。先生が校門のところで呼んでるぞって伝えてくれ。墜落したらしいよ。警察が事情聴取に来てるって言ってた。趣味は抱き枕のコレクションなんだって。夜な夜なベッドで抱きながら寝てるって本当なの？ふにふにの柔らかい感触がたまんないって。委員長の写真貼り付けたのもあるらしいよ。高生の前原さんって二次元萌えの人なんだって。リカちゃんはまだ無事かな。なんとか頑張ってますです。みーちゃんも鬼になっちゃったみたいなの。
みーちゃんはなんとか巻いたけど、さとこちゃんは…さとこは土管のところを探してますから、ここはしばらくは安全ですよ。あ、ピカちゃん、何かな、何かな、え、大丈夫ですよ。なんで近寄ってくるのかな、来るのかな。リカちゃんはゾンビじゃないもんね。怖くないです。僕が優しく食べてあげますです。嘘だよね、リカちゃんがそんな。降りてこい、けいちゃん。お前ら怖い、怖すぎる。けいちさんの腹わたはどんな味がするのかしら。けいちさん、けいちも僕たちの仲間になってほしいです。誰か助けてくれ。ってことは、あとはレナか。チャイムまであと何分もないね。のれん、レナ、よくも俺を見殺しに。かわいそかわいそです。でもこれでケイチも仲間ですよ。ゾンビ鬼、なかなか奥深し。気取ってる場合じゃありませんわ。レナを捕まえるのですの。校長が廊下を歩いてる。もうすぐチャイムが鳴るよ。みんな聞いてくれ、レナが大変なんだ。今すぐレナを探し出してくれ。前原さん家にジャンボ機が落っこちたことより大変なの？ああ、ジャンボ機なんか目じゃないぞ。レナンチに墜落したのはなん小惑星だ。小惑星ですって？ああ、宇宙人が作った装置で、ロシ、まさか俺もそこまでやるとは思わなかった。しかも、続いて今度は100個も。地球軍の完全な誤算だ。地球軍って、私たち宇宙人と戦争でもしてるんですか？このままでは地球は壊滅だ。しかしレナなら、レナの放つ音速のマッハレナパンチなら、小惑星を全て迎撃することができる。そう、地球軍のトップエース、それがリュウグウレナなのだ。さあ知恵、同志諸君、レナを探し出すのだ。でも、たとえレナさんでも月を押し戻すことなんてできるんでしょうか？心配無用だ。つい先日もレナは地球に激突するはずの水星爆弾を、小惑星の100個や200個くらい、音速を超える高速のパンチで一撃だ。リュウグウさんってすごいんだ。ケイちゃんの才能、おじさんは改めて知ったよ。
し、圭一さんもやるでございますわね。これは頼もしいですわ。でもこの人数ならこれだけいれば勝てるよ。圭一はゾンビに立候補した方が良かったと思いましたです。見捨てたな。覚悟はできてるだろうな。さっきはごめんね、ケイチくん。だって仕方なかったんだもん。おとなしく食い尽くされるでございますの。みんなで仲良しですよ。さあレナ、念仏でも唱えな。ケイチ君はみんなみたいなひどいことしないよね、しないよね。さあどうかな。さて、覚悟は決まったかな？いいよ、ケイチくんなら。ケイチくんはひどいことしないって、レナ、信じてるし。あとわずかのところで日光が差し、悪のゾンビ軍団は廃人と帰したか。ヒロインが生き残るのは映画のお約束だもんな。何を気取ってるのですの？ケイチさんがもたもたしてるから。お仕置きしますです。許して。じゃあ生き残ったでしょうは、リュウグウレナと園崎ミオン。イエーイ。あれ、ミーちゃんゾンビじゃなかったの？ふりしてただけ。敵を騙すには味方からって言うじゃん。うおミオン、急いで着替えないとね。次の授業に遅れんなよ。離せ、サドコ、リカちゃん。いやお母さん、うちに軍手ってあるかな？あとタオル。表の物置の中になかった？タオルは洗面所ね。なに、ケイチ、すごいいでたちでどこへお出かけ？
ちょっと発掘に。クラスメートを犯罪者にしないために。はあ？あまり遅くならないようにね。ああ、久しぶり。ケイチ君だったよね。どうも、その説は。そういえば、彼女は君の知り合いだよね。あれは一体何だったんだい？彼女がむきみのナタを持って歩いてるんだよ。それもニヤニヤと笑いながら。身に危険を察して隠れたけど、警察に電話した方がいいんじゃないかな。いいんです、いいんです。ほっといてください。また犠牲者を探して徘徊しているだけですから。富武さんがここで殺されたら、多分犯人はあいつです。せいぜい嗅ぎ回らないようにすることですね。圭一君、それよそ者の僕への警告のつもりかい？せいぜい気をつけることにするよ。ナタは鞘とかをかぶせて持ってこい。むきみはさすがにまずいだろ。なくしちゃったみたいで、ないんだもん。まあいっか、今日で決めるぜ。最後の針をぶっ壊せば引きずり出せるはずさ。準備万端、任せとけ。助け出してくれるからね。よっしゃ、下がってな。一気に蹴りをつけてやるぜ。どう？うまくいきそう？無理そうだったら無理しなくていいよ。ここさえ折れればあとはなんとかなる。今日は気力も充実。いける。大丈夫。もう一息。今夜レナが寝るときにはランディ君にお休みのキスができるようになってるさ。うん、ありがとうランディ君。お休みのキス。そういえばレナも転校生だったんだろ？前はどこに住んでたんだよ。お、関東の方だよ。ここほどじゃないけど、やっぱり田舎だったかな。なんで引っ越してきたんだよ、ひなみざわに。ほら、ここって結構田舎だろ。ケイチ君はなんで引っ越してきたの？お父さんの仕事と関係あるのかな。うちの親父がアトリエを移したいって言い出したんだよ。こういう山奥がいいって前々から言っててさ。アトリエ？ケイチ君のお父さんって芸術家さんなの？風景画ばっかり描いてる。年に2回くらいはどっかで個展を開いてるらしい。それってすごいね。今度レナにも見せてね。でも楽器途中の転校だったんでしょ？大変じゃなかった？別に、都会ってのには飽きてたし。
め、ちくしょう。ごめん、人形の腕壊しちゃったよ。なんだ、ケイチくんが怪我をしたんじゃないかって思っちゃった。ガムテープとかでくっつけて、その上に上着を着せるもの。絶対わからないよ。そっか、じゃあ引っ張り出そうぜ。そっち持ってくれるか。うん。情けないぜ、前原圭一。よっしゃ、レナ、一気に行くぞ。せーの。あ、やったやったよ、圭一くん。わーい。わー、ダンディくんだ。やっぱ可愛いよ。じゃあ手伝うから持って行こうぜ。暗くなるとまずいだろう。うん、そうだね。圭一くん、本当にありがとうね。この恩は忘れないね。恩返しは何がいいか、よく考えておくよ。どんな恩返しだろう。恩返しだろう。いないです。圭一は知りませんですか。あれ、たった今までそこにいたのにな。おいミオ、レナはどこ行ったんだ。レナ、お手洗いじゃない。覗きたいなら止めないけど、通報するからね。サトコ、レナを知りませんですか。レナさんですの。さっき廊下ですれ違いましたよ。レナさんは日直だから花壇にお水をやらないといけませんので。ああ、レナが日直か。そりゃお疲れ様なことで。レナってどういう名前なんだろうな。レナって漢字だとどうなるんだ。レナはあだ名なのです。ちゃんとした名前がありますですよ。え、そうなのか。俺はてっきりリュウグウレナってのが本名だと思ってたよ。まあ確かにレナさんとしか呼んでませんから、間違えるのも無理はないですわね。本当の名前はなんて言うんだろうな。レナが戻ってきたら聞いてみるから。聞かなくてもいいですよ。僕たちが教えてあげますです。お礼の礼に奈良の名、リュウグウレイナが本名ですのよ。レイナか、うん、それでレイナじゃなくてレナって読むのか。面白い読み方だよな。いいえ、違いますです。レイナで正しいのです。レナさんが言ったのですわ、レナと呼んでほしいって。だからレナさんなのですわ。ケイちゃん、レナはレナだよ。レーナって呼ぶのは他人だけ。そこんとこ分かってるよね。思ったんだけどさ、自己申請すれば俺も今日からあだ名で呼ばれるのか。面白けりゃね。なんて呼ばれたいわけ。越後屋。
あれあれ？誰かレナのことを探してたかな？かな？お代官様、竜宮目がまんまと現れましたぞ。イチゴや、主も悪よな。何かな、ケイチ君とミーちゃんが悪代官だよ。イチゴ屋だよ。おのれ竜宮レナノスケ、ここで会ったが100年目でおじゃる。いざ覚悟。報酬はスイス銀行に入れてほしいのです。レナにはぜひ世直しの旅に出てもらいたいもんだ。永田町なんかどうだ？ダメだよ。旅先で可愛いものちょろまかすから。ほらほら、ケイチ君もミーちゃんも先生来るよ。